知県立大学では、令和5年度から医療・教育福祉現場を変革するエキスパート人材育成研修を始めます。この動画では、研修事業の一つである医療の現場を支え、看護の質を高めるクオリティマネジメントリーダーの育成プログラムについてご案内いたします。愛知県立大学医療・教育福祉現場を変革するエキスパート人材育成研修は、文部科学省の令和4年度成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業に選定されて実施する事業です。本プログラムは、文部科学省が募集した4つのメニューの中の C、各分野のエキスパート人材育成に向けたプログラムの開発・実施に該当し、大学院レベルの知見を活用した課題解決を通じ、各分野のハイレベル人材を育成し、イノベーション等につながるため、短期間約半年程度のリカレントプログラムを開発・実施するものです。医療分野に強いソーシャルワーカー及びスーパーバイザーを育成するコース A と、医療の現場を支え、看護の質を高めるクオリティマネジメントリーダーを組成するコース B、2つのコースで構成されます。コース B、医療の現場を支え、看護の質を高めるクオリティマネジメントリーダーの育成事業におけるクオリティマネジメントリーダーとは、このプログラムのために作成した言葉で、医療現場の課題を明確にし、医療の質保障におけるアウトカムをマネジメントできる変革者として、リーダーシップを発揮できる人材を意味します。医療を取り巻く環境は、医療技術の高度化、医療提供の場の多様化により大きく変化しています。医療の受け手である人々の意識として、安全・安心な医療の提供とともに、患者とその家族の意思を尊重し、単なる延命だけでなく、クオリティオブライフを重視する医療を求む意識が浸透してきています。こうした人々の期待に応えるためには、医療現場の課題を明確にし、医療の質保障におけるアウトカムをマネジメントできる変革者としてのリーダーが必要です。また、チームアプローチにおいて、看護職は質の高い医療サービス提供者、調整者としての役割を担っており、組織横断的に多職種連携を推進できるリーダーとしての能力を必要とされています。そこで、愛知県立大学大学院看護学研究科看護管理学研究分野の教員を中心に、クオリティマネジメントリーダー育成プログラムを構築しました。このプログラムでは、看護師がアウトカムマネジメント力を習得し、多職種連携においては中心的な役割を担い、看護サービスの質保障に寄与するクオリティマネジメントリーダーとなることができる研修内容を提供します。このプログラムでは、医療実践現場で働く看護師を対象として、看護の質を高める変革を推進できる人材を育成することを目的とします。看護サービスの質保障におけるアウトカムマネジメント力の習得に向けて、今までの経験を活かしながら、医療の質保障や課題分析、組織管理などの新たな知識及びスキルを学び、クオリティマネジメントリーダーとしての実践方法を習得することを目指します。プログラム受講により身につけられる能力・スキルとして、まず医療現場の課題を明確にするための情報収集・解析能力、デジタル技術の活用能力、現場に改善をもたらすための教育能力の習得を目指します。
次に、組織論、変革理論を理解し、看護実践の質向上に資する看護管理実践への知識、技術の習得を目指します。そして、看護が関わる組織の課題を分析することができ、看護サービスの質保障における評価や実践方法、並びにアウトカムマネジメント力の習得を図ります。そして、課題解決のための多職種連携ができるようになることを目指します。プログラムは21回の講座で構成されます。1回から5回はデジタル技法や教育技法を身につけるための講座です。6回から21回は理論を用いて医療現場の課題を概念化するスキル、組織の問題を解決するための分析能力に関するスキル、看護サービスの質保障における評価や実践について構想したり実行したりするスキルを身につけるための講座で構成されます。オンデマンドによる講義と対面による演習で構成されます。11回から13回は多職種連携における課題についてコース A の受講生の皆さんと対面で演習を行います。各講座の概要についてはウェブページをご参照ください。また、オンデマンド科目だけを受講していただくことも可能です。ここまでわかる看護の質を高めるデジタル教育技法オンデマンドパッケージでは、文献資料の検索方法と読み取り方など、デジタル技法、教育技法に関する5つの講座を視聴していただけます。5個までわかる看護の質を高める看護管理と人材管理オンデマンドパッケージでは、看護管理のプロセス、病院組織における人材マネジメントなど、看護管理と人材管理に関する5つの講座を視聴していただけます。2つのオンデマンドパッケージのうち、どちらか1つ、あるいは両方とも選択して申し込んでいただくことが可能です。このプログラムでは、病院などの医療組織において、良質な医療を提供するために、変革者としての役割を担っている、あるいは目指している看護管理者の方、またはミドルリーダーの方を対象としています。B1、看護の質を高めるクオリティマネジメントリーダーの定員は20名程度です。受講料は3万円です。B2、5個までわかる看護の質を高めるデジタル教育技法オンデマンドパッケージ。B3、5個までわかる看護の質を高める看護管理と人材管理オンデマンドパッケージ。こちらは共に定員はなく、受講料は7500円です。プログラムのお申し込みは、大学のウェブページからお願いいたします。皆さんのお申し込みをお待ちしています。